はい、こんにちは。北島アカーティクスのケンピーです。本日のカット TV はですね、平泳ぎのキックの、抵抗のところについて少し、触れていきたいなと思います。やっぱり 4A 法のうちで一番抵抗の大きい、泳ぎがこの平泳ぎになってきます。で、この平泳ぎの、キック動作って、すごい抵抗がかかる動きとも言われているので、ここでいかに、抵抗を、受けない、であとはキックした後ですね、キックした後のこの足の位置、腰の位置で、またこれも抵抗かかったり、抵抗を、受けない姿勢だったりっていうのがあるので、ちょっとそこに今日は、フォーカス当てて平泳ぎのキックの動画を撮っていきたいなと思います。動画を交えながら、最後まで解説を入れていきますので、ぜひ皆さんも楽しんでご覧ください。では本編どうぞ。チャンネル登録してねはい、それでは、以前僕が4月ぐらいですかね、平泳ぎの、足を引きつけた際のかかとの位置と腰の位置関係っていう動画をちょっと上げたと思うんですけど、でそこのコメントで来てた質問で、膝を抱え込んでくるように持ってくると、そのせいで足が下がってしまいますっていうふうにコメントつけていただいてたと思うんですけど、これ過度に、足の引きつけをこのように行ってしまうと、引きつけた際に骨盤が後傾しすぎてこう背中が丸まっちゃって、で、結果的に足が落ちてキックに入ってるっていうこの抵抗が大きい平泳ぎのキックになってます。結構、初心者の方で、見受けられるかなと思います。足の引きつけばっかりを少し意識しすぎてしまうとこのようなキックになってしまうので、足を持ってくる際に骨盤もちろん前傾ではなくて骨盤を後傾させて、キックに準備に入ってほしいんですけど、このように背中が丸まるほど、足を持ってきてしまうとこれ良くない例になります。イメージ、最低でもって言ったらあれですけど、おへそまで持ってきちゃう、おへその下、お腹の下ぐらいまで今これ膝を持ってきてるキックだと思うんですけど、こうなってしまうとかなり抵抗も大きいし、足が落ちる原因になるので、足の膝の引き付け位置はトップ選手になればなるほどここはすごい気にしてキックしているところなので、まずは初心者の方は最低ライン、お尻の下ぐらいで引き付けは止めてあげてキックに入ると、まずはいいのかなと思うので、持ってきすぎない、骨盤を丸めすぎないというところを1個ポイントに置いてキックやってみてください。はい、2つ目の映像は、こちらどちらかというとキックに入ったタイミングで今度は骨盤がこう前傾してしまってすごい腰が反ってしまっている、これもう見て分かる通りキックした瞬間平泳ぎで足の裏でしっかり蹴れてるはずなのに一気にスピードが止まってしまっているのが分かりますかね。急ブレーキかけるようにこれ、そもそもやっぱり骨盤が前傾してしまうせいで腰が反って、ですごいこうなんだろうな、こう頭だったり肩の位置は高い位置にあるけど腰が反るせいでこう下半身が、それにつられて落ちるような、動きになっているので、すごい抵抗が大きい平泳ぎのキックの姿勢になります。で、なんでこう骨盤が前傾になってしまうかというと、もう答えは一つシンプルで、お腹の力がもう全く入ってない平泳ぎのキックになります。なのでキックするインパクトの瞬間って、ジャンプもそうですけど、骨盤がこんな反った状態で高くジャンプしようとしたら、腰も結構痛くなるし、これ、腰の怪我にもつながりますし、そもそもやっぱり強く床蹴れないので全然高くジャンプできないんですよね、なかなかうまく高く飛べないと思うので、しっかりと骨盤腰の位置っていうのは、後傾させた状態、要はお腹の力を入れた状態でジャンプもしくは平泳ぎのキックに入ってくれると、すごい抵抗が、かからない姿勢も作りやすいですし、なおかつ力が入りやすい平泳ぎのキックになるので、ちょっとそこの骨盤を前傾させない、でなおかつお腹の力をしっかり入れてあげるっていうところをポイントに平泳ぎのキックやってほしいなと思います。はい、では最後3つ目ですね。これどちらかというとさっきの引きつけすぎてない、1個目の悪い映像の引きつけすぎてない
正しい位置で引きつけているっていうところと、あとは、2つ目の、骨盤が前傾してしまったお腹に全然力が入っていないっていうところを、改善するための、平上げのキックの動きになります。でこれただ平上げのキックしているんではなくて、よく見るとキックしたタイミングで少しこう重心移動、体重移動をして、これ手も何も持ってないですし、プルベも足にも何もつけてない状態で節浮きでやってるんですけど、キックに入って足がこう伸びきった瞬間、スローで流すと足がしっかりと水を蹴って足が伸びきった瞬間で少しこうぐっと体が水の中に入っていくのが分かると思うんですけど、これが平泳ぎの重心移動、あとは腰を上げるっていう動きの練習になります。なので、キックした瞬間に上半身をこう前に倒すっていうよりは、キックして足が伸びたタイミングで体を少しこううねらせる、バタフライのこの第一キックの時の動きみたいな、動きをちょっと入れてあげると、こういった、平泳ぎのキックの練習になるかと思います。しっかりとここ、注意してほしいのはお腹の力、キックするタイミングでしっかりとお腹をグッと縮めるような動きと、骨盤を少し後傾気味で意識してあげるとこのようなキックになりやすいので、しっかりと腰の位置っていうのを高く保つっていう意識と、あとはキックしたタイミング、足が伸びたタイミングで少し体をこう上半身を前にこう倒していくような動きっていうのを意識してあげると、このような重心移動ができる平泳ぎのキックになるので、ちょっと1つ目と2つ目の悪い映像に自分がなってるかなと思う方は、ぜひこの3回目の、3つ目のこの映像をお手本として、ぜひちょっとチャレンジしてみてほしいなと思います。多分ですけど、これ難しく感じる方、なかなか潜れないよって方は、潜ろうとするこう重心移動をするタイミングがずれてると思うので、キックして足が伸びたタイミング、結構遅れますが、キックして足が伸びたタイミングで重心移動、体を前に倒すっていうイメージで、潜ってあげるように意識して練習してみてください。はい、皆さん、いかがでしたでしょうか。本日は平泳ぎのキックの際の、抵抗を、考えて引きつけすぎてしまう、骨盤をこうぐるっと丸めすぎてしまうと足は落ちてしまいますし、逆にこう骨盤が後傾した前傾した状態、骨盤が前傾した状態で平泳ぎのキックに入ってしまうと、すごい腰を反ってお腹の力が入っていないような、スカしてるキックですね、よくないですね、これは進まないので、しっかりと最後の、ドリル練習、少しこうキックのタイミングで、上半身を潜らせるような、うねりを扱った、平泳ぎのキックっていうところをドリル練習でやってみてほしいなと思います。大事なのはお腹、腹筋、しっかり、縮めるような意識で平泳ぎのキックに入るっていう、あとは引き付けの時に足を持ってきすぎない、こう意識しすぎちゃって足を持ってくるではなくて、足の引き付けはなるべく抑えて、でキックのタイミングに逆にお腹に力をグッと入れる、このタイミングですね、力を入れるタイミングっていうのは間違いない、引き付けの時に力を入れるではなくて、キックのタイミング、このインパクトのタイミングでしっかりお腹にグッと力を入れて、左のキック練習していてほしいなと思います。この動画が良かったなと思う方は、高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。